はっはっは。グビグビ、グビグビ。ぷはぁ。いや、うめぇわ。酒がうめぇわ。海を見ながら飲む酒は、最高にうめぇわ。ごいっと。さて、なんとなくムラムラしてきたし、バカな男でも適当に漁ってくるかな。あの、すみません。このゴミは、お姉さんのゴミですよね。空き缶、タバコ、お菓子の袋、プラスチックのパック。こんな風に海を汚して、お姉さんの心は痛まないんですか？あーん、なんだてめえは。海を汚したくらいでいちいち心を痛めてたら、生きていけねっつーの。でも、こんなのって。いいかい、お嬢ちゃん。お嬢ちゃんは、自分の人生を、間違いを犯すことなく、正しく生きたいと、願っているかもしれない。でもな、人間はそんなにご立派に作られていないんだ。人間は、悪いことをしてしまう生き物なのさ。環境を汚し、人を傷つけ、見て見ぬふりをする。お嬢ちゃんにも、いずれわかる日が来るよ。その時、自分を責めすぎないことが大切だな。どうしたって、裁かれる時は、裁かれるものさ。それまでは自分自身を、思い切り甘やかしてやれよ。じゃあな、いい子ちゃんのお嬢ちゃん。お姉さん、このゴミは、誰が片付けるんですか？もしかして私ですか？どうして私が？でも、このままにしておくことなんてできない。でも、私はやりたくない。どうしたらいいんだろう？心が痛いよ。海を汚したくらいでいちいち心を痛めてたら、生きていけねっつーの。お姉さん、あの人の言うことも、もっともかもしれない。いい子ちゃんぶるのは、もうやめよう。こうして私は、ゴミを放置して、帰宅しました。今日はなんだか少しだけ、大人になれた気がします。暑い、とても暑い。14歳の夏の日のことでした。ゲホゲホ。